像がご覧のスポンサーの提供でお送りします。第三セクターになった当時に各自治体がですね、駅と公民館を合体させたような複合施設を沿線に多数建設しまして、それが残っているっていうのはやっぱりありがたいですよね。なかなか見応えがあるというか、第三セクター、北海道で唯一廃線から第三セクターとして生き延びることができたこのふるさと金ヶ瀬沿線自治体の地域住民の愛というものがですね、新しくできた駅舎に本当こもってるなと、それが今まで撮影してきた印象です。信号場なんで、もちろんですね、案内なんて残っているわけがありませんので、見逃さないようにしていかなければいけない。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。峠の頂上付近にあるんで、まだ先だとは思うんですけどね。この辺はもう熊が出ても鹿が出てもおかしくないような、そういう鬱蒼とした森林地帯に入ってきました。奥戸は林業の町ですからね、森林地帯なのは当たり前といえば当たり前かもしれません。吹きもすごいですね、両サイドの吹きも。この辺ほら、ラバンガキとか吹きも結構有名ですからね。アショルに行ってラバンガキ売ってたら買ってってもいいかもしれない。をね、オリーブオイルかごま油で炒めて食べると美味しいと思います。私の事前調査が正しければもうちょっと進むと、仙北牧場というですね、牧場があるので、その近辺、仮乗工場の跡地もあるはずです。なんといっても目印になる建物なんて何一つありませんので、本当になんかね、現地調査系配信者としても勘だけが頼りという状況です。いや、 Google マップに無理やり登録できないこともないんですけど、ただ Google マップですら、信号場に向かう道というのはなかったので、ちょっと登録が難しい。もちろんナビに道なんてありますよね。道があったとしてもちょっとね、通行はジムニーがないと無理かもしれない。これじゃないな、これは違う。もうそろそろね、左に出てくる道に注意して走った方がいいかなとは思うんですけど、後ろから車も来てないっぽいので、ゆっくりですね、走りつつ川の道を見逃さないようにする。いや、さっぱりさっきの原野がそうだった。いや、これかな。あ、これですね。これですけれども、
立ち入り禁止と書いてあるのでスルーします。ちょっとね、入るわけにはいかない。右には牛さんがたくさん寝そべっていますね。ああ、まあサムネイルのために牛を撮影しておくのも良かったかもしれないですね。先が峠の頂上を越えて陸別町に入るということになります。一応ね、駐車場があります。地獄峠標高400m。はい、そしたら一応ここを止まって動画の区切りにしたいと思います。はい、一応仙北信号場あと車載動画編ということですけれども、もちろん道路は立ち入り禁止で行けませんでした。ここは、地獄峠と書いてありまして、陸別町と桶戸町の境目になります。信号場の跡自体はこの奥になります。熊さんが出てきてもおかしくない感じの道ですね。陸別と、桶戸の境目ということになります。まあ、十勝とオホーツクの境目ですね。こっちは陸別町、日本一寒い町、カントリーサインからして寒そう。陸別の市街地まではまだそれでもね、22キロあるんですよ。ここは仙北牧場ということで、桶戸町の町営牧場なんでしょうかね、立ち入り禁止と書かれています。まあ、ちょっとサムネイル撮影のためにあの網の隙間にカメラ入れて牛を撮影して、それで終了にしたいなと思います。ちょうどここからね、望遠にすればね、いい感じで牛が取れそうです。次。